いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。そろそろ始まりますね。オペレーター 210 から 9S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜波部隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。推奨飛行ユニットへの搭乗。警告、速やかな作戦行動の遂行。
敵の防衛システムをダウンさせます。ハッキングターゲットは4箇所。目標の周囲には敵の反応がありますので、まず排除してください。意外と面倒くさいですね。
作戦中の信号は認められません。はーい。暴れてますね。ミサイル発射。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。 2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。2Bさん、僕嬉しいです。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと、3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。 2B、
長だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。ブロック43から20機械導入。旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。
音声ユニット回復。周辺環境を確認。今から修復する。ボット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと血推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい。いいから出して。トゥビー言って、黙って。僕たちは兵士です。誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。迎撃する。しました。今から援護のためにハッキングします。トゥビー、敵機体の上腕部のコントロールをボットを使って制御を取れるはず。いいから黙って。制御バーニアコントロール、敵兵器の従属化を完了。 2B 敵ユニットのダッシュに成功。引き続き防衛継続。
2B の記録データパッケージをアップロード開始。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。編成を許可します。 2B、 あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。さてと、そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。
Thank you.